こんにちは、シジカブレです。ペンギンの問題 X、天空の四川士、やっていきたいと思います。なんか、カメハメハみたいな、なんか必殺技ができるんじゃないかな。攻撃範囲はあんまり広くはないんか。狭い感じやけど。死神ベッカム。早速必殺技使っていこう。 PP 回復マスターなんでめちゃくちゃ強いな。すごい、めちゃくちゃ強い。この王様装備なんかすげえ強いな。 PP の回復が早い早い。オバハンペッカム、これ戦ったかな。ちょっと忘れたな。ああ、よくないだ。オーバーハンやるな。オバハンヘア、オバハンボディ、オバハンのカバン、武器やカバンなんだ。お、クリア。ああ、なるほど。ここ行くたびにいろんな、あれかな、敵やベッカムとか出てきて戦えるのか。まあ、一応クリアになった。なんかまたボスが出てくるのかなとか思ったけど。社長を探せとかもあるな。社長を探せやってみるか。ちょっと社長を探しましょう。謎の館にやってまいりました。さあ、どこに社長がいるのかな。もう、あれやな。適当に行くか。もう適当で、適当に探索して見つけるか。社長いたぞ。なんか社長は辛そうにしてた。あ、いた。社長大丈夫ですか。じゃあ社長容赦なく倒しますよ。
あ、社長なんかなかなか強いぞ。あ、これやっぱ必殺技よりも連打に行った方がいいかな。一回離れる。社長結構ね HP 回復するんだよ。よし、あともう少し投げたい。よっしゃー、倒した。これでクリアかな。お、社長装備。よし、クリア。これでまあほぼ全部クリアかな。古代大陸はクリアで出てないな。フリー探索もついでにクリアしとくか。あれ、これどうなってんだ。これ左からか。こっちか。で、はしごがあって、よいしょ。ここ左か。上から上がって、あ、いたいたいた。あら、これワープするな。このフリー探索クリアしたら、また新しく出るのかな？ここ上か。50レベルの部屋。でゴール。これクリアしたらなんか出るのかな。また一つ強くなった気がする。あ、もう出ないな。まあ、自由に行ける感じか。はい、ということで、まあ、ほとんどクリアはできましたね。なんかまあ、装備にねちょっとね頼って、まあ、後半ね、LX レーザーとかに頼ったり、長いね、パートになりましたけど、ずっと見ていただきまして、ありがとうございました。ちょっとね、ため撮りでね、やってたんですけど、はい。ということで、まあ、今回はこれぐらいで終わりたいと思います。また何かあれば、実況あげることがあると思うんで、その時はご視聴のほどよろしくお願いします。では、ありがとうございました。